はい、中年オタッキーです。今日はね、お盆前なんですけど奇跡的に連休になりまして、ツイッターとかでもつぶやいてますけども、ヤシカを3台買ってきたんですね、今回ね。あの例の骨董品屋さんでね。で、これあのヤシカエレクトロ 35GS っていうモデルなんですけども、完全動作品に近い状況で、まあ、もうすでにメンテナンスしてるんですけども、ちょっともう一遍やってね、動画を作ろうと思って、あとモルト交換とかはねまだやってないんで、今からやっていきます。で、その模様を動画にしたらいいと思うんですけども、あくまでね、私カメラのねメンテナンスに関してはね、まあ素人です。素人がやってることなんで、あの参考程度に見ていただければと思います。で、あの本格的にね、その売るようなカメラね、人に売るようお金を払わ、ね、払ってもらって買ってもらうようなカメラにはなりません。とりあえず使えるようになる、とりあえず使えるようになるっていうレベルのメンテナンスの動画をやっていきたいと思います。それではスタートします。はい、じゃあやっていきたいと思いますけど、私がねメンテナンスに使ってる道具っていうのはね、大半が100均です。まあ、これは違いますよね。これはカニメレンチって言いまして、レンズとかをね開けるのに使うやつなんですけどね。よいしょ。これは今回はちょっと使わないと思います。はい、で、本当によく使うのがこういうピンセットですね。これ100均ですね。で、これはね、あのバイクの車載工具についていた、まあ、プライヤーって言われるもんですけども、これも100均に、プライヤー売ってますね。で、まあ、あのこういう精密ドライバーセットとか、あとね、ボルトの張り替えによく使うのがこれ。これね、ホームセンターに売ってるフェルト材です。厚さがね、1ミリちょいぐらいあって、裏にね、両面テープがもうすでに最初からついてるんですね。これで分厚すぎるときは、こっちをよく使います。これね、ゴムのね、ペラペラのゴムの板です。これにここ見えますかね。これ自分で両面テープを貼って、これを切って貼って使ったりしてます。じゃあ今回やっていきますよ。まずモルトの交換ですね。ヤシカのね、エレクトロ 35GS は、これ工具型になりますね。こうやって引っ張って開けるやつですね。前期型はこの、ここにね、ノブがあって、ピッて引っ張ったらグラッと開きます。で、やっぱね、一番光が漏れるのはここです。ここのね、モルトがもうボロボロになってるんで、もう、いいよ。ほら、もう指で落ちちゃう。指で落ちちゃったな。これね、これ、あ、ピンボケになっちゃう。指でも落ちちゃう。で、これをね、何でもいいです。ぶっちゃけ、もう傷がついていいんだったらね、こうやってね、これハサミですけど、ハサミとかでね、削ぎ落としていきます。別に手でもいいです。綺麗に落ちるんだったらね、爪でも構いません。よいしょよいしょ。あ、そうそう、あのね、こういったものもよく使います。これも100均です。これヤスリですね。あの変形してたりしてぴったり合わない時とかには使いますね。で、まあざっくり落としましょう。汚な、まあ新聞紙とかはね引いてやってもいいかもしれないですね。ざっくり落としたら、こいつの出番ですね。こいつをね、必要な長さに切ります。だいたい合わせて、できればよく切れるねハサミがいいです。うりゃ、切れましたか。
でね、ここに合わせるんですけども、ちょっと最初はね長めに切ってね、うん、ちょっと長いな、微調整をしますね。おりゃさんで、はい、幅が合いました。幅、長さね、長さ合いました。でも幅が全然合ってないね、全然合ってませんね。だからね、幅も調整してあります。3ミリぐらいか。おりゃ、よいしょ。むっちゃ不格好、むっちゃ不格好だけど切れました。はい、切れたら貼っていきます。やった。ちょっと老眼鏡持ってくるの忘れて失敗したな、見えねえや。うん、だいたいぴったりかな。はい、貼りました。貼れましたね、見えますかね。で、貼れましたら締めてみましょう。あー、気持ちいい、気持ちいい、こいつぴったりだ。分厚すぎてね、うまいこと締まらない時があります。ちょっと強引に締めるぐらいだったらね、問題ないことが多いです。もういよいよ蓋が変形するような場合はね、あれどこ行った、さっき言ったね、こういうゴムのペラペラのゴムとか薄いフェルト材とかで対応してください。もうそれはね、ホームセンターに行ったり百均に行ったりしてね、いろいろ工夫するといいと思います。はい、綺麗に貼れました。でね、実はこの中にもモルトが入ってるんです。この中にもね、で劣化してますけど、僕はね貼り替えずに試写することが多いです。で、1本試写してね、光が漏れるようだったらやり直すかなって感じですかね。綺麗にはまりましたよ。で、ついでだからファインダー清掃もお見せしましょうか。ファインダー清掃はね、まあもうやってあるんですけど、これね、改めてちょっとやります。まずこの軍艦部と呼ばれる部分ね、この部分を外さなければいけませんけど、このカメラの場合はこいつね、フィルム巻き戻しレバー、それと感度設定ダイヤル、それとこのフィルム巻き上げのねレバー、これをね取り外してからの作業になります。で、さっき言ったこいつがね登場するんですね。ちょっとね、頑丈めのね、見た目頑丈めのねピンセットがね、実はね、カニメレンチの代わりになります。ここね、こうはまってるでしょね、ここにもはまるんですね。で、まずはね、簡単に外せる、このフィルム巻き戻しレバー、ここのね溝、にドライバーなどを突っ込んで、ちょっとね遠慮めに回します。あんまりね、力いっぱい回すとね、ワッシャーが、ワッシャーが噛んで、ワッシャーがついてるのを覚えましょう。あんまり力いっぱいやるとね、ここが変形したりしますんで注意です。で、こいつは、この 35GS は抜けないタイプですね。で、次に、こいつらを外していきます。これ、お見せできるかな？やっぱり片手じゃ無理か。レバーを押さえて、よっ、はい、回ります。はい、ワッシャーがね2枚噛んでいますね。波型ワッシャーと平型ワッシャー、これ覚えましょう。で、外した部品はだいたいね同じようなところに置いておきます。で、これを外すと。外したら下に台座になるものがありますね。
これも位置を覚えて、覚えれない人は写真とか撮ってもいいんですよ。で、次に感度設定ダイヤル外します。感度設定ダイヤルもね、カニ目で止まってるんで、おりやさん、はい、外れました。感度設定ダイヤル、ネジ、押さえネジと、感度表示、その下にね、押さえるこういう変形ワッシャーが入ってます。で、これをちょっと爪伸ばしていた方がいいね。その台座を引き上げます。はい、ここからね、プラスドライバーの登場です。精密プラスドライバーを出してネジを緩めていきます。これ硬い時あるんでね、硬い時は押す力9、回す力1です。よいしょ。押す力9、回す力1。これを覚えてください。そうしないとネジ山を舐めてしまいます。で、それでも回らないっていう時は、さっき言ったプライヤーの登場ですね。例えば、こんな感じでね、押さえつけて、で、ドライバーを押さえつけます。で、プライヤーで、うりゃーって回すんですね。回らないときはこうやって対応しましょう。まあ、今回も1回バラしてるんで、実は簡単に回るんですけどね。はい。はい。ネジ3本で止まってます。はい。ネジ3本外しましたらね、簡単にこれ上がってくるんですけど、これね、フラッシュカプラのラインですね。これを切っちゃうと、このシンクロ接点が使えなくなってしまうんで、これコード結構短いですから、なんか高いとこに置いてやります。そうしないと切れてしまいますね。あ、このボタンが転がるんで注意です。このボタンはね、あのカメラの背面にあるバッテリーチェックボタン、これ必ず転がりますんで、大事な、大事に置いておきます。で、ここまで来ました、ここまで来ましたらね、この上にこう蓋がついてるんでね、よっ、外します。ちょっと変形しちゃいますけど、これ仕方ないです。変形しますね。もう変形してるんですけどね。で、そしたらね、このような状態になってますね。で、これもう清掃すでに終わってますんで、また磨いたりしませんけど、この内側で、この反射ミラーで、この接眼ガラスを、綿棒とかでいいです。あんまりね、ゴシゴシやるとね、トラブルになるんで、軽くやってください。もう本格的に綺麗にしようと思わない方がいいです。ある程度綺麗になったらいいやっていうノリで。で、こちら側のにもガラスがあります。この内側もね、こちらはね、結構ゴシゴシやってもいいんで、ファイバークロスとか、レンズクリーナーとかをつけたペーパーとかでも拭いていいと思います。で、これはもう綺麗になってるんでね、なんかキューピー3分クッキングみたいになってきますよね。で、まあこの蓋をね、さっき変形した蓋をできるだけきれいに平らにして、で、残ってる糊とかをね、落としていきます。よいしょ。でね、僕はね、工作用ボンド、100均の工作用ボンドを使ってますけど、で、これボンドですからね、溶剤が入ってるんで、レンズにあんまりいくないかもしれないんで、気になる人はね、両面テープを細く切ったりしてね、使った方がいいかもしれないですね。で、あまりつけすぎないように、ちょんちょんでいいです。で、もっとあったところに貼っていきます。よいしょ。うん、で、終わりましたら、さっき言った、バッテリーチェックボタンのスイッチを元あったところにはめていきます。これが難しいんだな。お、一発ではまった。一発ではまったけどね、これね、ちょっとでも角度変えたらね、落ちてしまうんで、これに合わせて入れていきます。いいよ。入った。はい、あとはね、元通りに組んでいくだけなんですけども、
先にねドライバーのね、ネジを締めていきましょう。これ老眼鏡がないんでね、今プラスドライバーかマイナスドライバーかも分かってなかったよっ。からしちゃった。でネジはね一気に締めてしまわずに最初は緩く締めておきます。所詮はね安い、もともと安いカメラなんでね、完全に精度が出ていませんから、一気に締めると他のところがね入らなくなったりします。で全部入ったら本締めしていきます。でバッテリーチェックボタンの動作忘れてたけど、チェックボタン動作してるかどうか確認してくださいね。動作してますね。そしたらね次に、これね巻き戻し、フィルム巻き戻しのクランクを、ああ見えねえ見えねえ、これあんまり押さえつけるとね、あのさっきのクランプが抜けてしまう可能性があるんで、ゆるーくゆるーく軽くで、ある程度巻けてきたら引っ張り上げて、でさっきの溝をね出して、で本締めしていきますよ。で次に、どっちから先行こうかな。巻き上げレバーから行こうか。巻き上げレバーには向きがあります。これね出っ張りがある方が上、平らの方が下です。であのはまる角度がもう絶対決まってます。この穴がね手前に来るように。で、このハンドルね、ハンドルに出っ張りがありますんで、この穴に出っ張りを合わせて入れます。はい、入れました。そしたら、ワッシャーが噛んでましたかね。うん、2枚ワッシャーが噛んで、それと一緒にこのネジを、よっ、くる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 。ってやって、さっきのカニメレンチ代わりのピンセットで、はい、閉めました。はい、正常動作中です。で、これはね、1ゲメが決まってますね。台座の方にも出っ張りがあります。これを合わせます。はい、嫁が入ってきたので一旦中断しました。撮るって言ってたのにな。これね、感度設定ダイヤルの台座、これ出っ張りがこっちにあってこっちに穴がありますんで、これを合わせて入れます。スポッと入ります。でね、どっちかね、最低感度か最高感度に合わせておきましょう。僕はね最低感度に今合わせました。だいたいね、スタンダードならば、右斜め下にこの線のところでいきます。これ ISO1000 まで耐えますね。あ、ごめん、最高感度に合わせてます。で、あ、忘れてたよ。先にこの、変形ワッシャー、これ出っ張りが上だったかな、引っ込みが下だったかな。ほんで感度設定の表示をプレートをよし入れて、んで上からネジをつけると、で適当に回していきます。で今ダイヤルはね ISO1000 に合ってるんで、最終的にねそのダイヤルの、切り欠き部、表示してるとこと ISO1000 のとこが合ってれば OK です。これがね結構難しい、なかなか合わない、てか老眼で見えない。よいしょ、ちょっとずれたけどまあいいか、俺のだもんな。
あ、今最低感度に合ってる。やっぱり最低感度だったよ。ちょっと緩めて調整し直し、まあ、ここはね合うまでやってください。ISO、 なんか柔らかいもの引いてやった方がいいですね。こういうことがあるんで、見えねー、うりゃで締めたら、スムーズにねこれが回るかで、ベースのね表示板が動かないかを確認、うん、で最後に普段使うフィルムの感度に合わせておきましょうかね。まあほとんど俺100なんで、100どこだ、わかんないや、もういいや。まあそんな感じです。これで使えるようになりました。これで試写していくわけなんですけどね、結構ねモルトの交換ぐらいだったら簡単です。誰でもできます。あの激しくね汚いものが下に落ちますんでね、あのちゃんと掃除しておかないとね家族の人に怒られたりしますんで、あのそこはあのちゃんと掃除しておきましょう。はい、今日の動画はこんな感じになります。はい、骨董品屋さんからね、買ってきました、ヤシカ35、じゃあヤシカエレクトロ 35GS なんですけどね、これ実はもうねレンズもバラしてます。レンズはねカニメレンズがないとバラせません。で完全にバラすのはちょっと無理です。合わせガラスになってて、素人さんはそこは手を出さない方がいいんで、そうですね、この35ヤシカエレクトロ35および 35GS とかの場合は、結構ジャンク品が出回ってるんで、レンズが綺麗な、機械が壊れてるやつと、レンズが汚い機械が壊れてないやつを2個1合体させたりするのもいいかもしれんですね。はい、今日の動画はそんな感じになりました。散々ねあのメンテナンスの動画をアップしてくれっていうことなんですけど失礼。モルト交換はねはっきり言ってねこの全部応用でいけると思います。これでね光線漏れがないのであれば、このままでいいですけども、さっき言いました、あの細い溝ね、よいしょ、この細い溝なんですけど、ここにもモルトが入ってるんですけど、ここから漏れる場合はこれね毛糸です。毛糸をね、あの、こういう細めのね、毛糸ね、を、この長さ、溝の長さに切りまして、で、僕はね、木工ボンドを使ってます。木工ボンドをね、あの、ちょっと薄めて、水性だったらね、水で薄まりますんで、ほんのちょっと薄めて塗りやすくして、超極細の、筆とかにつけて塗っていくんですよ。この溝の奥にね。溝の奥に塗って、それから適当に長さに切った毛糸をこう押し込んでいくと、そういう作業をするとね、あの光が漏れなくなりますんで、あのもし、ここのね、ここの交換だけで、対応できない、場合はそうやってみてください。はい、今日の動画はこんな感じです。メンテナンス動画いかがでしたでしょうか。僕の師匠のね、中田さんね、フォトライブの中田さんもね、メンテナンス動画頻繁に上げてますけど、まああの、彼はね、はっきり言ってメンテナンスのプロです。で、僕は素人です。彼の動画の方が参考になるはずなんですけども、僕はね、こういうね、しょうもない安い工具で、なんとかできないかっていうのを目指してます。基本的に貧乏人なんでね、お金がかかることはしたくない。これだけはね、ちょっとね、3000円ぐらいで買いましたけど、もうこれはレンズをオープンするときも絶対いるんでね。これはもうしょうがないかな。これでもね、対応できないときはあるんですけどね。他はね、安い道具しか使ってません。いかにお金がかからずに。で、自分さえつければ、使えればいいというコンセプトでやってます。だから、このカメラをね、店頭に並ばしたりすることはありません。まあ、そんな感じなんで、あくまで参考程度に。これは間違ってるよっていう人もいると思いますけど、僕は間違ってないと思います。自分が使えれば何でもいいんですよ。自己責任なんでね。まあ、こんな感じです。今日の動画はこんな感じです。早速ね、こいつフィルム入れて、試写に行ってきます。それではまた。